ちょっと待って、ちょっとはちょっと待ってね、トリックアトリート大きいね。どうも、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画カラスの爪第635弾はこちらのゲーム深夜徘徊やっていきたいと思います。その名の通り深夜に歩き回る日本が舞台のホラーゲームですね。半年間音信不通だった友人の斉藤から一本の電話がかかってくるところから物語がスタートするそうです。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。次に行くよ。さあ、ということでやっていきましょう。電話が鳴り響いてる感じだけども、これは？あ、起きた感じなのかな？そうだよね。もうそもそも深夜だから寝てたんだけども、まあ、起こされたって感じだったのかな？もしもし？その声、斉藤なのか？お前どうしたんだよ、半年も連絡よこさないなんて。え？今から公園で会おうって？まあ明日は日曜日だし会ってもいいよ。ああ少し準備したら公園に向かうよ。じゃあまた後でな。ということで、深夜に公園に呼び出されたと。 WASD で移動で E でインタラクトって感じだね。お腹が空いたな。さあということでやっていきましょう。一人暮らしの感じなのかな。アンティークな雰囲気というか昔ながらのお家感すごいね。でもなんかちょっと おしゃれな感じでもある。スマホとかはこれ持ってけたりはしないのかな。フライドポテトの残りがあるのかな。あでも E で押せるから食べれるかな。すっごい平らげちゃった。一口で全部なんせお腹が空いてたからグラトニーの食べ方じゃない。なんか錠剤とかもあるけどこの辺はこう引き出しとか開けられない感じだから。まあでもお腹もねそれで満たされたことだし公園に行けるって感じなんでしょうか。あ一応器とかそういうのも見れる感じかな。なんかポテチとかもあるね。すごい常備されてるね。まあ、なんかもしかしたら後々ここにまた戻ってきて謎解きとかをするかもしれないけども。うわカップ麺だらけだね。なんかあんまりこう健康的な生活はしてないのかもしれないけども。こっち側は外出れないのかな。あなんか段ボールで塞がっちゃってるね。なんか右クリックでホールド。あーなるほど。でそこの下まで持ってってあげると。あーなるほど、こういう操作もあるんだね。じゃあ扉開けていきつつ、こっちのお隣は結構勢いよくドアが開くんだな。であとちょっと効果音が気持ちデカめに設定されてるから割とこうジャンプスケアで襲ってこられたら割とびっくりしそう。あでも目標を見ると腹ごしらえするってなっちゃってるからまだなんか食べたいのか。あビール、ビールも飲むってことかな。あすっごい一気に4本ぐらいロング缶だったのに。腹ごしらえをするがこれで消えたかな。よしじゃあこれで外に行けるか。ていうかスマホ置いてっちゃうんだね。まあ、近くの公園だったら別に必要ないのかな。いやでもその半年ぶりに連絡くれたわけだしさ連絡取り合うの必要じゃないと思いつつ公園に到着。さて斉藤はどこだ。斉藤公園来たけどいるか。とか先に来て遊具とかで遊んでるかもしれないしね。まあでもよくある公園の遊具って感じだけどね。公園もでもちょっと暗いから不気味だな。あブランコとか道あんのかな。暗いね。フラッシュライトは F って書いてあったけど今の段階では使えないみたい。でも公園にあるこの水道とか再現度がなんかいいですね。まさに日本のリアルな公園って感じ。こういう微妙なテイストってさやっぱ日本人じゃないとなかなか描けない部分ってありますよね。公園の外には出れないのかな。あなんかでも路地もなんか暗くて不気味だな。斉藤どこだよ。あでもこの滑り台とか滑れんのかな。あ滑るっていうかもう降りるだね。大人の男性になっちゃうともうそうなっちゃうもんね。ジャングルジム的な感じかな。これはでもなんか触ったりとかできなさそうだね。あ待ってなんかいる。あれさっきまでいなかったよねあんなの。何あれ不気味なんだけど。赤いコート着た。斉藤ではないよな。怖っ。ちょっと待って近寄るよ。どうも何？シルクハットマジシャン。何何何？襲ってくる？なんか口あんぐり上げて。こんばんは。斉藤ではありませんよね。すごい見てくるじゃない。絶対これあれだ。逃げなくちゃいけないやつってことだよね。え、こう振り返りながら。あ、まだ今んとこ来ないか。見つからないな。
待ち合わせ場所は公園のはずだったよな。仕方がない、サイトに電話するか。あ、スマホは一応持ってたのか。あ、しまった、充電が切れてる。そういえば近くに公衆電話があったんだ。え、ちょっと待って、あいつ怖っ。シフト、レフトシフトで走るって出てたもんね。絶対あれ追いかけてくるよな。あ、怖っ。ちょっとだるまさんが転んだ景色なのか分かんないけど、近くに公衆電話があるっつってたよね。何あの赤いコートの男、気持ち悪すぎるでしょ。でもそんなすぐ追ってくるわけないよね。ちょっとまず自販機を見ていこう。古い感じの自販機だけどね、特になんか買ったりはできなさそう。こっち側でいいのかな。どっか公衆電話あんのか。暗い街並みだな、やだな。チャリとかはこれ乗れないのかな。あ、なんか後ろからついてきそうでやだね、ほんとね。あ、待って、警察かな。警察官っぽいよね。お、そこの君、こっちに来なさい。職質大丈夫かな。来たよ。特に何も言われることもなく、あ、でもいいって一瞬出たな。あ、これだ、いい、喋れるんだな。ちょっと君、少しいいかな。私は警察だ。こんな時間に何をしてるんだ。友人と会う約束をしてるんです。こんな時間に？怪しいな。どうやら嘘はついてないみたいだな。顔を見たらわかるんだ。君は正直な顔をしている。引き止めて悪かったね。君も知ってると思うが、ここ半年で行方不明者が続出してるんだ。そうなんだ。それに最近怪しい男を徘徊してるという通報があってね。もし怪しい人物を見つけたら連絡してくれ。さっき見ました、おまわりさん。後ろ見ます。行かないでください、怪しい人物見たんです。あの赤い原付に乗るんじゃないか、赤い男が。赤い原付に警察行っちゃった、あっちの方。ああ、もうこっち側行けないわ、透明な壁で。ということはでもこっちの方面に公衆電話があんのか。この赤原付あの赤コート好きそうな色合いしてない、赤いポストの横に止めて赤ばっかり。あ、待って、またなんかそこに人いるぞ。こんばんは、あの斉藤さんではないですよね。違うよね、女性かな。何ですか、ジロジロ見ないでよ、気持ち悪い。ひえ、化け物。ちょっと待って、もうマジか、これ俺の後ろにいるってことだろ。近寄らないで。何何、私のことを言ってるではないだろ。そっち側に走って逃げてちょっと。え、私が化け物に見えちゃったってことかな。待って、でも俺が襲われるわけでもなく、赤いコートの男の視線を感じるかのようだけど、でも振り返っても誰もいないんだよな結局。ここは、うわ、赤い、すごい赤いね。こう開けられるか。あー、でも鍵が閉まってるみたい。ここ公衆電話か。あー、とりあえず連絡しようか。うわ、何この公衆電話、古すぎるって方が。電話番号は分かってんのかな。あ、開けられたみたい。電話が繋がらない。あ、スマホの方に連絡来てるけど、充電なくなったんじゃないの。斉藤のスマホがそっちでブーブー鳴ってるってことだ。ここの赤いとこ、さっき行けなかったとこだ。あ、開いたわ。斉藤のスマホか。なんだこれは。おそらく斉藤のものだろう。何、ね、ウィスパーボイスやめて。はい、しばしば言わないで。真後ろから聞こえるかのような感じがすごい嫌なんだけど。あ、絶対にいるって、絶対にいる。斉藤、斉藤じゃないよね。だったらさっきのタイミングで気づくもん。行方不明になるのかな俺も。あ、こっちが出れないのか。これどかせる。ホールド、はいはいはい、はい、じゃあはここでまず積んどこうね。邪魔だから。はっ、なんか不審者がいるからあっちの方行きたくないってことなのかな。あ、でもなんか正しい位置に戻してあげないといけないのかな。ここ？あ、カチッて。あ、やっぱ正しい位置に戻してあげないといけないのか。バリケード作りたいんだけどな俺は。登ったりとかできるようになるのか。あ、なった。これでどう？あ、いい、動かせる。よしよしよし。棚を動かしてコントロールでしゃがむだって。よし、入っていこう。
タバコの吸い殻みたいなのあるけど、これは持っていけないのかな。まあでもあんな不審者いたら、それそうだよね、こっち行かない方がいいってなるよな。とはいえでもなんなんだこの脱出通路はっていう話だよな。怖いってなあ、血なんか垂れてるように見えるけど、ただのサビ。あ、待って、来てる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 。何が起きたの今。消えた。四つん這いで入ってくんじゃねえよ。まあでも逃げ込んだところ見られてんだからね、それ来るよねって話。え、でも見逃してくれたってことでいいのかな。赤子弟と男、斎藤、こんなとこにも斎藤いないよきっと。助かんないって。あいつはもう来てないの。どういう状況。暗いな。なんかもう郊外に来ちゃったって感じかな。森だけどほぼほぼ。あ、待って、そこにも人影。なんか廃工場みたいな、なんか小屋があるけど、ちょっとした小屋だけか。待って、でも一旦小屋先見ようか。あの人なんかヤバそう。てかヤバい人しかいないきっと。わあ、黒いビニール袋が不気味だな。井戸？井戸だね。あ、でも触ったりはできないみたい。これはレバーは？ダメだね。ちょっとなんかパーツをまたここに持ってくるとかあるかもしれないね。いやー、あれ斎藤なのか、もしかして。半年でハゲたね。でも似合ってるよ、スキンヘッド。近寄るね。あ、ムービーだ。なんで、なになになに、斎藤ではないのか。おい斎藤、ちょっと待てよ。なんでそんな冷静なんだよ、さっき赤子弟見てんのに。雨降ってきちゃった。でもとりあえず追いかけるしかないっていうところなのかな。なんか後ろから追ってきそうでやだな。暗いところだしね。またでも今走ることはできないから追いかけられる感じではないのか。なんか赤黒くなんか続いてってないか。赤の森じゃない、もう木が。木なのかもわかんないけど、木だねやっぱ。赤の森だ、血だらけだ。あの世行っちゃいそう。何ここ、気持ち悪すぎるって。こんな深夜徘徊は俺したことないよ。怖っ。なんだこの絵。あ、え、随分時代が変わっちゃったかのよう。古い屋敷に来たけども、え、何これ、旅館とかではない、何なの。あ、でも屋敷の中にとりあえず入ったんだね。フォートナイトホラーじゃない、もうこんなの。こないだやったやつみたいな、オカメの館とかみたいな。うわ、待って、これ絶対追いかけられるじゃんな。またでもダッシュは今できないみたいですね。まあ、でも奥進むしかないか。いやー、また左右にこう入り組んで道が進めるようになってるみたいなんだけど、まあ、暗いな。とりあえず右側から。この部屋は鍵がかかってる。ここは、ここも鍵かかってる。鍵かかってるとこだらけだね。いや、これゆっくりとした歩みなのが余計に怖い。あー、本当に迷路だな。これダッシュで元の場所に戻るっていう可能性全然あるよね、さっきの鍵かかってたあたりとかに。うわー、障子か、最悪だ。ガンって開けてきそう。さすがにそろそろ来そうだよね。抜いてんのか。これはでも障子は開けらんないっぽいな。でも左に注意を向けさせて、今度はね全然違う方から襲ってくるというパターンもあるかもしれない。階段とりあえず登ります。うわ、なんか身長低いんだよなこれ。昔のなんか家の階段とかってやたら急なところあったりするよね。ここかな。開かない、待って、開かないということは振り返りますよ。あ、嫌だ、あ、怖い。あ、もうちょ、降りるときもあの赤子弟来そうだな。この和のテイストとは若干合わない感じもあるけど、赤子弟来そう。あ、待って、ここが開いたんじゃない。さっきまで開いてなかったよねこの商品。うわ、広い和室だ。なんか日記かなんかが置いてあるのか。でね、見て良さそうだね。家主の日記。夜中に誰かが家の周りをうろついている。最初はネズミか何かだろうと思っていたが、どうやら人みたいだ。何やらボソボソとつぶやいている。少しうるさいから注意しようかと迷ったが、一時的なことだと思い無視した。うわー、もうさっきの赤子弟男じゃないねえ。ボソボソ言ってたの思い当たる節しかないって。で、家主はじゃあどこ行っちゃったのっていう。また行方不明者になってるってことだろう。スズメの絵が可愛いね。スズメがチュンチュン言ってんだったら平和でいいんだけどね。
じゃあ外出ればいいのか。待って、もう出たくないね。ここの和室から出たら一気に危険になりそうな気がしてる。そろそろ走る展開になりそうじゃない？出るよ。怖っ。元の場所戻るか、一旦ね。どっかまた行けるようになってる部屋が増えてるかもしれない。あ、クリアリング怖い。暗いな。なんかやっぱすごい雰囲気があるゲームだね。飲まれる感じがあるな。どっか空いてる部屋とかあるか。暗いな。この辺も全部さっきは鍵かかってたけど、あ、空いてる。米俵みたいなのが置いてあるけど、なんかあるな。また日記帳箱かなんかかな、あれはね。先にちょっと見ていこうか。家主の日記、一時的なことだと思い気にしていなかったが、奴は週に何回か来て時々何か叫んでいる。もう我慢の限界だ。今度来たらガツンと言ってやる。うわー、それを最後にいなくなってしまったのかな。ホラーゲームあるあるだけどさ、日記帳バラバラに置いとくの何なんだろうね、いつも思う。これは、あ、でもなんかこの箱みたいのは調べられないのか。ただ布がかかってるだけか。ということはアイテムも何もない感じ。あー、じゃあまた、あー、そうか、そこの扉が開いてるから行けるようになってるってことだね。怖いな、もう入りたくない。あ、家主じゃない、あれは。そうでしょ、倒れてるよ。あ、さっきの斎藤っぽかった人。そんな、死んでる。待って、刃物のような音。錠剤もあるけど、これは2階に行くしかない感じかな。今走る、うわ、赤いライトがあるぞ。そっち側から来るのか。いや、でも落としてんのはこっち側だよね。待って、マジで勘弁してほしい。マジで勘弁してほしい。本当にやめて、本当にやめて、お願いだから。でも危ない予感がするから俺こっち行くね。2階だと思う、逃げられるの。外をうろうろしてんのか、あの男が。何なんだよこの赤いライトは。どんどん赤くなってくじゃねえかよ。ふざけんな、これ。ゆっくりとした歩み、いや本当にやだ。いっそダッシュしたい、いっそダッシュしたいけど、でもダッシュするってことは逆に言うともう俺が追われる時だから、それはそれはそれで嫌なんだけど。地獄でしかない、どこもかしこも。開いてるのか。そこから音鳴ってる、もしかして。あ、開いた開いた開いた。あ、人が倒れてる。斎藤なのか。あ、でもなんか、うわ、刃物がある。あ、よく見るやつ、ホラーゲームでよく見るやつ。調べるよ。うん、何？ムービーだ。これは走って逃げるやつかな。あ、ムービーじゃない。待って、シーンとしないで、お願い、シーンとしないで。振り向くよ。います。どうもこんばんは、斎藤ですか？ではないよね、わかってるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとちょっと待ってね。トリックアトリート、おっきいね。ちょっとなんか母ってなっちゃうよね、こんなんね。お邪魔しました、バイバイ。ささやかないでよ、お願いだから。もうダッシュするくだりかな、そろそろダッシュするくだりかな。もうちょっと喋れない。何何何、何を言ってるの。見てくれてありがとうねって。ああ、追ってきてる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 。ちょっと待って、ちょっとゆっくりゆっくり追ってきてる。止まったらどうなるの。止まるんだ。もう助けてくれ。開けようか。もうちょっと、もうちょっと、ちょっと待って、あのマウスが震えてしまいます。ここさ、今開けられたけどあなた入らないでしょ、どうせ。これで戻っていこうか。うーわ、最悪だ。あー、最悪だ。もう曲がるね、次。大丈夫、角気をつけて曲がるからね、俺もね。
ごめんね、この家入って。あなたの家ではね、もともとなかったんでしょ。でも今のも家主さんなのかな。シルクハットが素敵だね。なんか鳩でもいっぱい入ってんのかな。あのなんかマジシャンがナポレオンとかがやる、あの首がガクンってなるタイプのコートみたいのだね。うん、すごいお値段したんでしょ、結構ね。でも俺を殺しても別にあの保険金とか降りないからさ、全然お金にもなんないから。あ、臓器売買ってことかな。ちょっとやめた方がいいと思うよ。うん、ちょっともっと まともな家業なってね。もうささやくの一瞬やめたの何。あ、ループ音源ってことでいいのかな。外出ていいですか。で、出るよ。あ、出られるんだ。待って、走る可能性ある、構えてけ。あ、なになになに、雨の中必死で走った。あ、そこはあれなんだね、自分でやるパターンじゃないのか。何が起きたのかわからない。とにかくやっと家にたどり着いた。嫌な予感しかしないんだけど、早く警察に連絡しないと。あ、でも待って、ささやく声聞こえる、ちょっとうっすら。ほら、右側の方。え、暗転しないで、暗転しないで。あ、外まで来てるよ多分。これ家の外いるよ。なんか身長低くなってない？あ、俺がしゃがんでただけだったのかな、ずっと、もしかして。それはありえるわ。本来もっとあの疾走感ある感じで駆け抜けるやつだったのかな、もしかして。わかんないけど。あ、どうも。あー、よくわかったね、俺んちが。うん、まあずっといたもんね、一緒にね。バッドエンド。斉藤は？斉藤は？ねえ、え、どうしたらでもこれグッドエンドだったんだ。油断したくなる。いや、ちょっとグッドエンド目指してもう一周やっていきましょうか。なんか見落としてる可能性があるってことだよね。あとその警察を無視するとか、なんかこういくつかやれることはあるのかな。ホラーゲームの実況をするのさ、なんだかんだちょこっと久々だった感じがあるのね。久々っつっても本当1週間ぐらいとかそんなもんなんだけどさ。それもおかしなもんで。なんかでもそしたら結構飲まれたわ、雰囲気に。このゲームすごい怖かったな。とりあえずでもこれで腹ごしらえも今終わったから、外には出れるようになってるもんね。腹ごしらえでも多分しないとそもそもさっき出れないって感じだったから。で、これで公園に到着だろ。で、あの赤高等とか来るまではこの辺でうろうろしてればいいって感じだよね。こわ、真っ白の顔にあのアングリの口よ。で、ロン毛なのね。テカテカの赤コートだもん。ね。やっぱそれマジックで使えそうだよな。じゃあとりあえず今回はおまわりさん一旦無視する方で行ってみますか。全無視しよう。あ、おまわりさんだ。あ、そこの君、こっち来なさい。はい、行きませんよ。じゃあね。あ、お、こら、無視するんじゃない。こっち来なさい。バイバイ。あ、いや、いけないんだ。あ、邪魔喋るしかないか。このおまわりさんも普通にちょっと不気味だけどね。あ、で、あの女性とかいたところも全部無視して、ここかな？うん、でも繋がらない。はいはいはい。あ、でもそこにやっぱ女性はいるまんまだな。ここ開くんだ。あ、なるほど。で、この電話チェックした後、あいつが出現するはずだよな。斎藤のものだろう。全然出現してるじゃない。あの女の人は？外には出れないけど。いる？いなくなってない？結局、非化け物ってなって逃げてっちゃってるってことなのかな。うわぁ、来るぞ来るぞ。ここのやつめちゃめちゃ怖かったからな。普通に叫んだもんな。叫ばないからね、今回は。絶対あんたの思い通りになんかならないんだからね。そろそろ来るよ。はい、来た。はい、どうも。さすがに大丈夫でした。でも普通に怖い。あ、待って、あったあった。斎藤が行っちゃって雨降り出した後、ちょっと広くなってるところがなんかあったんで、奥進んでみたらお地蔵さんがありましたね。これだな、きっと。あ、祈りますか。もちろんです。シャン。あー、オッケー。暖かい光に包まれたような気がした。あ、でもこれで結果的に救われるってことなのかな。
あとはじゃあ、いや1個だよね多分ね、1個しかなくないと思うんだけど、屋敷行っちゃっていいのかな。いやでもちょっとあれだね、ゲーム自体がさこう暗いからあえて見落とすような作りをしてるって感じなんだな。あ、なんかダッシュできないと思ってたけどやっぱできるわ。じゃあ俺なんかずっとしゃがんだまんまで立ったってのはなんか解除されてなかったってことなのかな。あ、快適。本来さこの後ろから来るやつ、多分みんなは走って逃げるのが正解だったんだろうね。でどんなに早く走ったとって、うん、あ、でも走れないのか。あ、走れないっぽいね。やっぱ、あ、やっぱこのスピードだな。立ち上がってるから早いけど。あ、別にでも追いつかれないみたいだしね。それだったら優しいよな。あ、すごいすごいすごい。ウィスパーボイスが。おお、もう真後ろだけどね。全然追いつかれてるけど。走れないんだ、でもこの下り。結局。家に帰った後すぐに警察に通報した。警察があの屋敷を捜査したところ、屋敷に住む高齢男性の遺体が発見された。頭部を何度も刺されており見るに耐えない状態だったらしい。そして斎藤の遺体は見つからなかった。事件から数ヶ月経ったが私は今でも立ち直れていない。夜道を歩いているとあの不気味な男の顔が浮かんでくる。あれが何だったのか今でもわからない。なるほど、これがグッドエンドって感じなんだね。エンド1と、あー、じゃあでもこれで両方回収できたっていう感じかな、グッドとバッドね。いやーなんかすごいやっぱ続々感のあるホラーゲームだったら、襲ってきそうでいて襲ってこない、このじらし具合が絶妙だったかなっていう感じしますね。はい、ということで今回は深夜徘徊というホラーゲームの方に挑戦してきました。またこんな感じでいろんなホラーゲーム挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。